ではまずご経歴をどうぞ。はい、土方浩平、28歳、住まいは宮崎県日南市というところです。今回の希望金額と出資形態を教えてください。500万円、出資形態は投資2でお願いいたします。あなたが思い描く未来の姿は？農業生産の土現場で夢が見れる産業にしたい。僕は2段階形式なんですけど、1つ目、はい、まあこれで折り合えばこれがいいです。はい、まあ時価総額的に折り合うっていうか、金額的に折り合うんだったら、もうシンプルに株式投資にしてもらって、あのズッキーニもハイチャンスだし、土方さんもハイチャンスだと思うし、さらにこう資金集めするときに僕も力になれる部分あると思うし、はい、もう株式持たせてもらってガンガン発展させてもらうっていうんだったらシンプルに出しやすいなと。まあ、それでも条件が折り合う必要ありますよね。はい、で条件が折り合わない場合は、ドンキーコングしてます？あのゲームの。ドンキーコングのバナナの山あるじゃないですか。バナナの山がグワーって積んであるじゃないですか。はい、毎年あれぐらいズッキーニ僕にこの土方野菜定期便そんな好きなのズッキーニ土方野菜定期便ってやつを毎年あのドンキーコングのバナナの山ぐらいくれるんだったら、まあ、YouTube の企画とかに使ったら面白いし、はい、まあさっきのこの書いてある条件でいいかなっていう感じですかね。はい、まあ、2段階目としてということで、では、トモハッピーからの条件がつきました。ありがとうトモハッピー、もう一束。はい、はい、ということで条件付きではありますけれども、オールになりました。おめでとうございます。一旦令和の虎、その思いを金に変えろ。虎の子、最後の審判。はい、今回は最後の審判の収録となっております。トマピー、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。誰の？土方さん。ズッキーニの？ズッキーさんですね。あ、ズッキーさん。そう、土方さん。さん、いやもう今日ね、いきなり岩井さんから撮りますよと、はい、で土方さんの動画撮りますよって言われて、えっみたいな。はいはいはい。え、 なんで最後の審判オールちゃうっけみたいな感じだって。オールだった記憶っすよね。ですよね、うん、でしかもその後俺らのね、ちゃんとオフィスに、うん、来ました。大量のズッキーニ。いや僕超大量だったんですよ。大量って。いやいや俺の方が大量だから。何個ぐらいですか？いや全然俺の方が大量。何個ぐらいですか？いや数えてねえよ。いや大体大体何箱。じゃあ何箱、今日ね1人6個で、はいはいはい、スタッフで、はい、多分20人100本あったのかな、あれ100本ぐらいかな。でしょ、うん、俺番組収録中ドンキーコングのバナナの山盛りの量くださいって言ってたんですよ。言いました言いました言いました。実際それが来たんですよ。それ何本なんですか？なんと1箱40本ぐらい入ったやつが10箱。え、400本ぐらい。マジ？え、400ってここに積んだら結構こんな、え、もっとじゃないですか？いや、ほんとやばかったですよ。え、で、レートララウンジの僕が1日店長の日にズッキーニ焼いて振る舞うので2箱消費して、はあはあ、え、それで2箱しか消費できなかったんですか？家に1箱持ち帰って近所にお裾分けして残り7箱もうその30人ぐらい事務所に来てもらって、はい、ひたすらズッキーニ料理10種類ぐらい並ぶパーティー生配信みたいなのして、まあ、最終的にロシアの佐藤さんに50本持ち帰ってもらったりとか、はい、みんなでこう何十本か持ち帰ってお裾分けでなんとか。やばすごっ。あの人ねガチですよ結構。いやマジで、しかもズッキーニ見ました？あの立派なズッキーニ、ね、こんなもう巨根も巨根。大体巨根って言っていいのか、大体の日本人男性を勝手にしのぐような、はい、すごかったっすよね。巨根ってあんたが言ってた。巨根って別にあれのことだけ言わないから、ね、はい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 、ズッキーニだって巨根って言うなよ、はいはいはい、だから俺だってズッキーニってあの、ね、あんな立派なの見ない。根菜じゃないですけどね、レンコンみたいな感じ、ね、長いんだよ長いんだよ。だからさ、すごい、あんな立派なの見たことあります？キュウリ好きって言ったじゃないですか、ズッキーニ好きって。なかなかすごいですね。でもアメリカの、まあ、農薬たっぷりのすごいのは見たことあるんですけど。あ、それは農薬パワーなんですね。日本で見るズッキーニとしてはかなりでかいですね。いや、それでしかももうあれだって1本結構食べたらお腹いっぱいになるじゃないですか。そうなんですよ。やばいっすよね。1本食べたらもうね結構でかくて、でも水だから水分がすごいから、あ、なるほどなるほど、すぐ抜けてくんだけど、ズッキーニ俺10本ぐらい食べたんですよ一晩で。え、マジっすか？その送られてきた時、はいはいはい、おしっこすごいすごい。利尿作用ね。そう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 、飲みすぎた後みたいな感じだ。でちなみに条件は、うん、トモハッピーがつけたらしいですよ。これ撮ってんのはトモハッピーのせいなんですよ。いや、ズッキーニまずその九州で作ってて長野でも作りたいみたいなプランだったじゃないですか、はいはいはい、で別にそこに何の条件が介在するんですか？何本売れたらとかでもないし、はい、
ね、だからもう作ってる人で、うん、あんだけ送ってこれる人じゃないですか。でさっきヒントもらったらなんか株にしたっていう覚えてないですか。もともと融資か条件投資かなんか で、うん、でたくさん株主さんいて株式会社でやってんだったら俺らも株式投資にさせてよ、その方が夢あんじゃんっていう、あそれだったらいいよっていう話でした。出した分で何株かちょうだいってことあったってことですね。そうだ、目先のお金より未来のワクワクちょうだいみたいなはずだ。はい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 。しかもなんか結構 IPO とか売却とか狙ってるって言ってましたもんね。それって最後の審判っていうか番組中にもう条件はい分かりましたって言って条件クリアしたって気するんですけど、いや実際ちゃんと LINE で全員株式登記しましたからね、はい、それが完了したっていう報告をしろということなんでしょう。リッチキな番組ですねわざわざこれ絶対これですよ、なんかスプレッドシートとかに多分条件付きの人が、ま、やっててあのちゃんと撮影丸とかつけなきゃいけないっていうこうね、そうかそう、一連の流れがね、条件付きオールなのに最後の審判ないと そのフェアじゃないみたいな、ね、そこら辺のフェアさを大事にしてますからね。そう、一対一対応させないといけないからよくわからない動画を撮ってると。はいはいはい。じゃああれっすね、条件付きオールが話題としてとか人物としてのね露出回数で言えば一番多くて一番得までありますね今ね。いやまあそうかもしれないですね。普通のオールよりも今日土方さん遠方なんで来れてないんで僕ら二人で撮ってるんですけど、そう得じゃないですか条件付きオール。いやそうなんですよ、僕もギリギリ攻めてもらわないか、ね、あの玉空ゴルフってゴルフ場作ったやつ、はい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 、あれも条件付きだったんで、だからもう一回最後の審判取れたんですよ。それ条件付きってなんですか、志願したんですか。あ違うです、僕があの伊勢崎さんっていう人が出てきて、はい、僕が虎で、はいはいはい、であの桑田さんがあんな田舎でゴルフ場やったって意味ねみたいな話して、で俺が条件付きで社内ベンチャーだったらいいよみたいな感じしたんですよ。そこのケツ文字やったんですね。そうケツ文字やったんです。ケツ文字っぽい顔して、ズッキーニみたいな顔してんじゃねえよ。ズッキーニみたいな顔は本当にそうなんだよ、長いんだよ虚婚も虚婚そんな長くないよということで、はい、土方さんのズッキーニは超美味しい、これは絶対言いますよね。美味しかった、俺初めてズッキーニだけで美味しいって思ったの初めて。そのラタトゥイユとかに入ってて、うん、他の味と混ざって美味しいんじゃなくてズッキーニが美味しいですよね。普通にあの塩かけて食うだけの、スライスして塩でガーンで食うだけでもうまいの。いやそう、うん、肉厚にねちょっと切って、うん、いやしかもレンジでもできるっすね全然。これ今土方さんのズッキーニどうやって買えるんですか。いや買えないんですよね、これ買えないの、おろしなんですよねおろしだった、はい、そういえば通販で買えたりとかしなくてでもすごいニュースがあって、はい、九州で、丸亀製麺さんが土方さんのズッキーニを仕入れてズッキーニ天ぷらのメニュー化して、ついこの間まで出してたのか今も出してるのか分かんないですけど、丸亀製麺の天ぷらに採用されたっていう土方さんのズッキーニ。やばやばくないですか。じゃあ皆さんができることは丸亀製麺に行っていただくっていう。そうですね。でズッキーニ天ぷらうめえってなんか言っていただいたら嬉しいですね。なんかね6月から8月か5月から7月か表せれたけど、期間限定今あたりね結構ズッキーニ取れるらしいんですよ、収穫期らしいんですよ、ね、なるほど。土方さんのねでも本気がすごいのは分かったから、今後ビジネス大成功していくんじゃないかなって改めて思いました。いやけど本当にねあのズッキーニ自体が素晴らしくて絶対みんな食べたいと思うと思うんで、うん、ぜひね土方さんのズッキーニ畑皆さんも追ってみてください。じゃあトマピー今日ありがとうございました。ありがとうございました。仲間とつながれる、トラとつながれる、もちろん主催ともつながれる、令和のトラファンクラブ入会はこちらから。